ありがとうございます。P スクエアでございます。よろしくお願いいたします。はい、先ほどお送りいたしました1曲目にお送りいたしました曲は、川野慶三さん作曲のシャドーストライカーという曲でした。2曲目が、坂東聡さん作曲のチョップスという曲でした。疲れたね。もう息切れてるやん。じゃあもうメンバー紹介、そうですね、うん、ね、じゃあ、やってどこから行きます？どこから、56番の方じゃあまずはベースから行きますか。なんで今日 MC できないんですか？特段意味はないけど。こんにちは。滑るよねやっぱここに来たら。何があったか。いやいや特にちょっと昔ね、あるバンドの MC をしたら思ったより大滑りして、もうラグで絶対 MC やらないって思ったんですけど、またすると。あ、もし返します。はい、滑りを北村拓也。グループは滑ってないですからね。ちょっとあんま面白くない、ね、どうする？曲ごとに一人ずついくか、もう一人ぐらいいくか。じゃあ緑の方、ちょっとマイクを上げようぜ。マイクを取ってあげようぜ。はじめまして、広瀬と申します。ドラムです。名乗るんかい。今日はありがとうございます。すごいね、グタグタな MC になりがちなんですが、僕はあんまり喋ることも何も考えておらず、でもすごいお客さんの数です。圧倒されて楽しく演奏できてます。ありがとうございます。オンドラムス広瀬純也。なんかこっち演奏してる方ってめちゃくちゃ暑いんですよ。そのためにわざわざ半袖着替えるぐらいなんで、それは暑くないんですかね、その緑の。ドラムって多分一番暑いはずなんやけど、まあファッション的に。なんかもうちょいなんか涼しい緑あったんちゃうかな。はい。まあ、まずはじゃあメンバー紹介は一旦ここまでということで、あ、でも改めまして多くのお客さんにご来場いただいて誠にありがとうございます。まさかこんなあの偽物のスクエアでこんなね、ご来場いただくなんて、こんな幸せなことで、まあ次行きますか。じゃあよし。じゃあ次の曲はあれですね、グランツーリスモっていうゲームをご存知の方はどれぐらいいらっしゃいます？あのレーシングゲームですね。あれテーマソングな、テーマソングで、そうですね、使われております。別名ナイツソングという曲ですが、厳密には違うんですね。ということで、ムーンオーバーザキャッスルをお聴きください。
ありがとうございます。何やったっけ、あ、M over the Castle Twilight in Upper West 2曲続けてお送りいたしました。ありがとうございました。そうですね、そうですね、分かってきていらっしゃる方が多いと思うんですけど、 T スクエアではないんですよ、実は。申し訳ないんですけど、こんなね、体操にね、ラグさんでやらせてもらえるなんてね。多分ね、そう、さっき聞いた話によると、まだ T スクエア本物は来てないんですよね、ここ。本物来る前に来ちゃった。偽物がお邪魔。偽物がさっき来ちゃいましたね。はい。ね、T スクエアね、入れるといいね。もしかしたら本物になる人がね、この中にいるかもしれないね。いないかもしれない。いないかもしれないですね。ここ MC じゃないんだ。そうかそうかそうか、ほなもうはよ行こうね、次ね。じゃあ次行きますか。じゃ続いてお送りいたします曲はユーロスターという曲です。
ます。ユーロスターをお聞きいただきました。じゃあメンバー紹介の途中でしたね。やりましょうか。あ、ここやったんやったっけ。あ、はい。じゃあさっきも素敵なピアノソロを弾いてくれました中森文明くんでーす。今日はね、たくさんの鍵盤に囲まれてますけど。そうなんですよ。これ人生最大です。今まで2個でしかやったことなかったんですけど、2台体制はあったんですけど、なんか今回倍の4ということで、うんうん、何弾いていいかわからない、ね、なんか頭こんがらがりそうやな。そんないっぱいあったらな。うん、そうなんですよ。はい。あの彼は普段サードハードオーケストラっていうところでね、ドラム叩いてくれてて、僕も一緒なんですけど、ね、今日はキーボードで何でもできるもんね。ドラムメインで、なんか自称ドラムメインミュージシャンなのかな。多分そう。あ、そうね。うん、けどキーボードもギターもベースも、あとは何だろうぐらいにしときましょう。マスタリングっていうミックス作業みたいな難しいこともいろいろ何でもできるんですよ。しかもそのレベルが高くて、うん、そう、マスタリングってなんかあれですね、パソコンポチポチしながら音源を作るんですけども、それのなんか音量調整とか、なんかこれはここ、この楽器ここみたいないうのをポチポチするだけでできちゃうってい う, そ う, そういうのをマスタリングって言うんですね。はい、すみません。そういうのもなんかプロ並みにうまくって、もう何でもできてしまうんですよね。いや、うん、いや、本当天才な人だと思います。中森文明。ちょっと、ちょっと何今の。お前じゃーん。はい、思いまーす。で、次が、ギターの、亀山修也くんでーす。よっ。修也くん、さっきから咳してるけど、どうしたん？それ、大丈夫、あ、うん。皆さん、こんばんは。ちょっと風邪気味のギターの亀山修也です。今日はこんなに集まっていただいて、本当にありがとうございます。こんなにの人の前で演奏したことは一回もないんで、こんなすごいところを借りさせていただいて本当に幸せです。ありがとうございます。次にお送りする曲なんですけども。もうちょいなんか自己紹介できる。あ、そうですね、あ、自己紹介じゃないかもしれないですけど、キーボードの中森くんとは高校からの中で、まあ、高校は違います。高校は違うんですけど、高校からの中で、まあ、このメンバーの中で一番付き合いが長いんですけど、一番喧嘩が多くてですね、セットリストを決めるときにちょっと叫び合いの喧嘩みたいなのをしたんですけど、まあちょっとこのバンドはちょっといろいろトラブルありつつのバンドなんですけど、演奏は皆さん練習してきているんで、はい、どうしよう。いい演奏は聞いていただけると思っているので言うね。はい、ちょっともう前半の曲はラストなんですけど、次はピアノが光る曲なので、中森くんのピアノをぜひお聴きください。お願いします。ね、紹介してと言っていらっしゃるので、まあ名前は曽根田レオって言いまして、レオピーレオピーってよく呼ばれてるんですよね。その P を取って P スクエアなんですよ。全然深い意味はなくて、なんて言ったらいいんでしょうね、T スクエアって言っちゃうと嘘じゃないですか。で、T スクエアジュニアと名乗るのもちょっとおこがましいっちゃおこがましいので、そのレオ P の P を取って P スクエアっていうだけなんですよ、本当にね。後からさっき思いついたパロディスクエアとかいろんなことあるなと思ったんですけど、それ全然紹介になってなくて、どこ見てらっしゃる。そうでね、はいはいはい、はい、
あの彼の紹介をするにあたって、あの一番言わないといけないところがありまして、あの先ほどちらっと紹介があったあのサードハードオーケストラっていうね、あんまり言わない方がいいかな。ここにも何人か、この場にも何人かいるんですけど、いるんですけど、働いてはるから、うん、お仕事いやで、あのそれのあのコンテスト、でっかいコンテストがありまして、年1回開催のビッグイベントなんですけども、あのそこで、まあ大学ごとに何位っていうのも出れば、そのあのいいソロを吹いた人にあの贈られるソリスト賞っていうものがありまして、それ の, あの優秀ソリスト賞に輝いているんですよね。拍手で、あのもう本田雅人さんの大ファンで一緒に写真を撮ってね、よかったですね、あれ。よかった、よかった。あの本田さん大好きですって言ったら、なんか国久保弘香さんっていうピアノの人が、ね、なんか、うな、じゃあ本田さん一緒に写真撮ってあげてよって言って写真撮らせてくれたんですよね。嬉しかったね。本当にいい写真ですね、あれ。はい、そうそう、もうスクエア の, 何あのもうサックスソロをもう全部完コピしちゃうような、あの熱狂的なスクエアファンですので、あの今日吹いてるソロも全部あれかな、あのテイクに、テイク、あのいいテイクを織り交ぜてみたいな感じですよね。アドリブはやらないんですか？はい、アドリブはね、アドリブ やってるのもあるよ。はい、やってるんですよ、ね、うん、そうよ、うん、はい、で、できるもん、別にできないなんて言ってない。あ、そうそうそうパロディースクエアなんで、そう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 、なんかねっぽいことをして楽しんでいただこうというわけでございますっていう、めちゃくちゃうまい袖田レオさんでした、でしたです。はい、やましょうか、終わっちゃった。じゃあ最後の曲に行きましょうか。行きましょうか。前半最後です。サプライズを除きということで、じゃあサニーサイドクルーズをお聴きください。
ました。ファーストセットこれにて終了でございます。ありがとうございます。何分ぐらいですかね、休憩は。その前に、あ、その前に、あ、休憩じゃないな、その前に、さっき休憩したいですか。いや、いいっすよ、もうじゃあ後半に取っといた方がいいですよね。いや、もうじゃあ、ということで、あれですよね、今日聞いてる人もちらほらいるかなと思うんですけど、実は出演がこのバンドだけではなくてですね、たった1曲のためにわざわざ遠方から、僕が読んできてもらったんですけど、曲の説明をいたしますと、っていうのは作曲者にやってもらおうかな。後ろをご覧ください。今からやる曲をですね、作った方が今先頭を歩いてるね、山本夏樹くんなんですけど、この曲をやる経緯をいろいろちょっと説明していただきましょうかね。ということで MC 変わります。はい、すいません、 MC 変わりまして、同社経営の山本夏樹です。お願いします。急にですねメンバー変わりまして、先ほどキーボードを弾いていた彼はドラムに移ります。でですね、他のメンバー、レオピはそのまんまで、後ろのバックバンドは、同社大学ザ・サード・ハード・オーケストラというですねところで活動していますリズム隊によります曲をこれから演奏させていただこうというふうに思っております。これから演奏する曲がですね、同社大学の、文化祭イブ祭というものに、応募主題歌をね、テーマソングを募集する習慣がありまして、そちらに今年サードハードオーケストラのみんなと一緒に応募して見事落選したものはい、これからやらせていただこうというふうに思っています。ですがですね、まあ、動画が公開されましてですね、まあ、落選した当時は1200、300再生ぐらいだったものが、なぜか落選された後も聞かれ続けて今1700再生ぐらいまでいってるのかな。本当にありがたい限りでございますがですね、そちらの曲を今回やろうというふうに思っております。で、その時に、ボーカルやってくれていたジェシー君という方がいるんですが、ちょっと今日体調不良で来れないということなので、代わりのボーカルの方を2名本日、ジェシーの代わりにマジで今日の朝急ピッチでお願いして来てくれることになりました峰井真子さんと、立部宗介くんです。いやマジで本当にありがとう。マジでこの2人は今日の朝連絡をして今日の朝来ることが決まった2人なので、朝9時にね、朝9時に文明くんからいきなり電話が来て、うん、こっち資料作ってんのにバーってマジでありがとう。撮ったらやってくれへん。いやほんまに、いやそんな彼らたちが開口を歌い上げてくれますので、どうぞお期待ください。なのでごめんなさい、最初に保険だけかけておきます。歌詞見ます。歌詞見ます。しゃあねえな。はい、ということで軽く曲の説明だけさせていただきます。我々、先ほど申し上げた通りサードハードオーケストラというところで活動してるんですが、そこでね、大会とかに向けてこう1年間、まあ、頑張ってきたその過程をですね、文化祭を頑張る全ての人たちに向けてこう重ねて書いた曲なので、今日来ていただいている皆さんの何かこう応援歌みたいなものになればいいなというふうに思っております。さて、セッティング大丈夫でしょうか。少々お待ちを、少々お待ちをということで、つなげて、ラスライの宣伝はしていいの？配信あるか。ですね、今日が2月の16日ですが、19日、もうキンキンですね、に、先ほどから口酸っぱく言っているサードハードオーケストラのラストライブがここ、京都ラグさんの方で行われます。で、そちらの、会場のチケットがもう売り切れておりますが、配信チケットの方が、まだまだ無限枚残っておりますのでですね、ぜひ皆さん買っていただければですね、ここにいる子とかね、後ろの人たちとかの、1年間の集大成、それこそこの曲のね元になった、この曲やんないよ、この曲やんないけど、この曲がねできるぐらいこう頑張った1年間の活動の集大成になるので、
もし今日の演奏を見てねよかったなと思ってた方がいらっしゃればぜひ購入していただければなというふうに思っております。勝手に背負っちゃって大丈夫なのかな。絶対あかんと思う。そのなあのね、ここあの後ろの5人、あのボーカリスト2人はあの今日あの休養で来てくれたんですけど、ここの5人があのそのサードハードのメンバーでやってまして、あのこの抜群のグルーヴ感って言ったらまずいな。絶対あのまずいなここの人間プラス管楽器がブワーッといっぱいビッグバンドってやつです。要するに、うん、あの出てきます。ご存知ですよね。はい、見てね、うん、もうやろうか。やろう。はい、ということで一応バック管演奏ということで演奏させていただきます。カイコです。
物語らう中で君の誘いだ愛を知って二人だけの物語の先で形になった舞台の上で
がとうございます。セカンドセットスタートです。1曲目にお送りいたしました曲はオーメンズオブラブという曲でした。めっちゃうまいよね、めっちゃうまいよね、すごい。もうね、安藤正弘かと思った、びっくりした。うん、スクエア入った方がいいよほんまに。うん、本当に入った方がいい。ほなじゃあ、そう、実はね、今日そうこんなにたくさんね、お客さん集まってくださってるんですけど、文明君がだいぶ頑張ってくれたね。そうね、多分ね、そうですね、僕が読んできてくれたって人手挙げてもらっていいですか。おーおーおー、めっちゃいるすごい、ありがとうございます。なんや、同窓会やん。同窓会じゃあ僕が読んできたよ。あ、すごい、ありがとうございます。そう、お世話になった方々をね、たくさんお呼びしてるんですよ、今日は。なんか僕が音楽を始めるきっかけになったピアノの先生とかも来てくださっててありがとうございます、本当に。いい縁ですね。こんなになりましたもうちょっとしたらもう就職ですね、僕も社会人なんですよ。僕が T スクエア好きになったのは中学1年の頃なんですよね。中学1年の頃に吹奏楽で宝島という曲をやって、それで原曲の T スクエアの宝島を知って、あ、素敵な曲だなって。でその次ぐらいにオーメンズオブラブを聴いて、で、あ、これもいい曲やなと。でその次ぐらいに F1 のね、オープニングテーマのトゥルースを聴いて、なんか、あ、全部いい曲やな、あ、T スクエアってこれ全部いい曲しかないバンドなんじゃないってなって聴き始めたんです。で、まあまさかこんなにね、素晴らしいところでこんなに多くの人の前でね、T スクエアできるなんて思わなかったんで個人的にはすごくもう感無量といったところでございます。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、次の曲がね、次にね、今もう大変やね、このじゃあ次の曲いきますか。じゃあお願い、トラフィックジャムです。お聴きください。Thank you.
ありがとうございます、トラフィックジャム宝島続けてお送りいたしました。ありがとうございました、あいや継がれるね、なかなか継がれるね。うん、まあでももうちょっとやしね、頑張ろうね。ね、そう、あれね、さっき母が言ってたんですよね、なんか実は今日2月16日、はい、めっちゃ個人的な話なんですけど、はい、その去年、ちょうど去年の2月16日がどうやらこの修也くんと文明と僕で一緒に T スクエアのライブした初めてした日と同じらしくって、そうちょうど1年前なのよね。もうかもなすごい、なんかね、そう考え深いなって思いませんか。思います。なんかそう、うん、またこうして一緒にできるとは思わなかったんで嬉しい限りでございます。そうですね、今後とも仲良くしてやってください。後ろの二人もよろしくお願いします。あ、そうそうそう、前ね、前って言ってね。じゃあ、何か話しておきたいことある人いますか？うん、風邪気味やしな、喋らんときな、もうな、うん。な、もう次行きますか？行きましょうか。行きましょうか。あの、ちょっとテンポ、あの、上げ目でお願いしますね。じゃあ、続いてお送り、2曲続けてね、お送りいたします。あ、最後じゃ。じゃあ。これの？じゃあ、まあ、ややこしいな、1曲挟んで次の曲が最後ですちょっとあかんな、これでは A はもらえへんと思うわ。1曲挟んでて何って感じやまあ、もう一回、ややこしいんですけど、1曲挟んで次の曲が最後です。フォーってなんやろはい、終わってほしい、はよ、はよ終わってほしい、ごめんね。はい、やります。じゃあもうやりますね。いきます、はい、次いきます。じゃあいきましょう、エクスプローラー。
We'll be right back.
うございました。 P スクエアでした。ありがとうございます。ではアンコールにお答えして2曲ほど演奏いたします。はい、しっかり2曲やりますんで、しっかり1曲じゃないですね。ミス・ブレーシングというグラビティというアルバムに収録されている、ちょっとマニアックなのかなこの曲は、どうなんですかね。まあいいや。ちょっとあの落ち着いた雰囲気 の、 あのサックスソロがすごいので、まあお聴きください。で、まあ、もう1曲はまあド定番のなんかやってねえな今日この曲ってやつが出てきます。まあ多分お分かりですよね。はい、ということでお楽しみください。今広がってんのってまさか全部ソロ譜じゃないですよね。ああ、すっごい真っ黒な楽譜が見えるんですよ。もう連譜だらけでね、もう見たくなくなるような。長時間吹いてるとね、そうチューニングがずれちゃうんですよね。これをあのプロは隠れてチューニングするんですけど、堂々とやっておられます。大丈夫ですか。ではお聴きください。ミス・ブレイシング。
今日は皆さんありがとうございました。楽しかったですか？イエーイ。じゃあ最後の曲をやっていきましょうか。それじゃあ、みんな盛り上がってるかーい。じゃあ最後の曲はトゥルースをお送りいたします。それじゃあみんな行くぞー。
とうございました。ピースクエアでした。お足元にお気をつけて、お帰りください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。